皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウィッチャー3遊んでいきましょう。でただいまのクエスト、またとない機会、トリスを追ってベルトルドとアニッセの隠れ家行く。仲介よ、見られたらまずいわ。そう、街でね、なんか魔法使い狩り的なことが行われるようになってしまったんで、トリスの仲間であるベルトルドとアニッセ、その二人を、まあ、放置して見捨てていくか、もしくは救っていくかっていうミッションになってます。で今回はその二人をね、救うという選択をしてみました。ここはその隠れ家。言っただろ、魔術師とソロなら女の方も魔術に手を染めてる。よくや、連れて行け。頼む、やめてくれ。何も悪いことなんてしてない。そうか、そのセリフは毎日何度も聞かされる。それで報酬は。報酬、ああ、それは本部に言ってくれ。俺たちは持ち合わせがなくて。何じゃないよ、待って、どうすんだ。食代いらない。何？トリスは言ってくれないので、そこであれか、あれがその二人の仲間。イグニにして、多分これ戦闘なんじゃないの。よし、大丈夫か、歩けるか。ええ、死にたくない。ここを出ないぞ、ベルトルド。外のありさまを知ってるだろう。港に着く前に捕まる。捕まって殺される。この子は言うこと聞かないんで、アクシーでね、洗脳していきましょう。行くぞ、急げ。行くよ。ありがとう。他のみんなと合流しなきゃ、できるだけ早く。トリスについていく。これね、一回やったんですけど、トリスがね、一回目ここで、ちょっと待って、説明させて。まあいいや、行きんさい。一回目ね、トリスがね、ここでなんかこういう風にずっとここで前進してて、突っかかってしまってね、進行不能になっちゃったんで、今回は良かった。待って、聞こえた？あそこだ、もう二人いる、捕らえろ。待って、バレてんじゃん。キングフィッシャーの地下下水道はもう下湖か。いいえ、下水道を使うことになるなんて思ってもいなかったから。一年前はバレてない。通りを歩く魔術師に衛兵たちが頭を下げていたのに、それが今やネズミみたいに逃げ回ってる。君は残れ、生きていけるはずだ。他のみんなが生きていけないわ。このクエストでトリスの手助けをすれば、おそらくね、彼女もケイアモル編へ来てくれるはず。おやおや、また変なのが来た。衛兵もウィッチハンターもいない。何も問題ないようだが。静かすぎる。遅すぎたのかも。しまった、先を越されてる。いますね。誰か分かってんのか。両側から攻めろ。あ、これあのボウガンおじさんだ。こいつは良くない。よし、時間をかけすぎたわ。かけすぎた。二人の人間を助けたんだぞ。ねえ、そして一人失った。彼も十分覚悟をしていたはずだ。そうでしょうね。嘆いてる時じゃないわ、ついてきて。
誰かを救えば誰かが犠牲になる。ゲラルト、こっち。トリス、上で何があった？大丈夫なのか？いいえ、いろいろとまずいわね。待って、誰が残ってるか確かめたいの。どうして泣くんだ、お嬢さん。心配しなさんな。美しさがくすんでしまうよ。ならお前は心配のしすぎか。いや、生まれつきでね。お前もコビリへ逃げるのか？ヒナを手伝ってるだけだ。知ってるだろう。俺の心は慈悲深くてね。今頃か？魔術師が迫害されるようになって随分経つだろう。だが動きが活発になったのは最近だ。それにコビリに友人がいると都合が良くてね。特にタンクレット王の側近は大歓迎だ。し、トリスが話し始める。後で話そう。私たちは長い間逃亡の時を待った。コビリが受け入れてくれるまで、十分な逃亡資金が集まるまで、信頼できる船長が見つかるまで、私たちは長すぎるほど待った。もうためらいはない。今日ノビグラドを離れましょう。無理よ、至る所に奴らがいるのに。だから下水道を通っていくの。ゲラルトが安全な道を手配してくれる。どうせ捕まるさ。捕まって殺されるんだ。かもね。でももしそうなった時は勇敢に戦って死ぬわ。貼り付けにされて慈悲を乞いながらではなくてね。下水道に入ろう。下水道に入るぞ。道を確認したら合図する。俺が通った後をついてこい。何があっても離れるなよ。私はゲラルトと行く。デクストラは港へ行って船の準備を確認して。分かった。そこで合流できることを祈ってる。本当に来る気か？気を悪くしないでほしいんだが。もう悪くした。おしゃべりはやめていきましょう。下水道に入る。こっちだね。暗い。ただ松明を使っていると強攻撃ができない。あとガードもできなくなるので、そこだけ注意。ちょっと待って、こっちじゃないのか。下水道を抜ける道を見つける。いや、合ってるよね。何？とりあえず、ゲラルトさんが一人で行けば OK？ この混沌とした街で頼れる誰かがいるってのは何にも変えがたい。なんかがいるな。柔らかい。怪物よ、さあどうする。どっちだ？どっちに行く？ここはおそらくあれで壊せる。書物室。どっかの書庫につながっていた。見て、ゴンザロでベルサーの刺繍、バラッテのジャコブの年代記。すごい、貴重な初版本ばっかり。後で見に戻ってこよう。無理よ、忘れたの？今日ノビグラドを立つの。覚えてるさ。ただなかなか実感が湧かないんだ。しっかりしてよ。急ぎましょう。
ここは素通りするほかなさそう。で、さらに、ここは崩れる。トリス、出口を見つけた。なんかいる。よしよし。待って。聞こえる。何かし。あ、危ない危ない危ない。なんかコウモリ的ななんかの音。ネズミかな。何？何かの鳴き声がすごい聞こえる。ああどうする？あれだけね。ネズミか。ここは大広場の真下だ。クリーバーことカルロバリーズの本拠地の横か。偶然の位置ではないだろう。彼の債務者がよく行方不明になってたわね。大丈夫か？足とふくらはぎを少し噛まれたけど大したことない。傷口を消毒するんだ。感染症にかかるぞ。あとでね。まずは港への道を探しましょう。そう、サルモネラ菌をね持ってますから。まだなんかいるね。よしと。アイテムの補充。これらのアイテムを補充するには瞑想ページ。トリス。何？彼女はなぜかついてこない。こっちじゃないのか。こっちじゃないな。こっちだね。ここかな。なんかいい感じのアイテムがすごいいっぱいあるんですけど、から脱出できそうな気がするけど無理か。おそらくこっちで合ってるんじゃない？違うのか？いや、こっちですね。アイテムはない。こっちだね。すごいな。どこまで広がってるんだ。なんすかね。毒に気をつけろ。ネズミ堂はいつもこんな刺激的なんだ。幸運にはな。幸運？安定した収入源さ。さあ行くぞ。カタカン。吸血コウモリがなんか歩くようになった、そんな感じのキャラクターですね。さらに先へ。
海が近い。やっと来たか。永遠に出てこないかと思った。何か分かった？船の様子は？古くてボロボロだ。木は腐りかけてるし、尾はすぐ破れそうだ。それに小ビリには行けそう？嵐に遭わなければな。みんなに合図するわ。手を貸そうか。バイオリンを弾いたり、花やお菓子を持ってきたりは。一体どういう意味だ？おいおい、トリスをこのまま行かせるなんて言うなよ。なぜお前が気にするんだ？恋物語が大好きなのさ。幸せに暮らしましたとさってやつがね。逃げて、ウィッチハンターよ。船に乗り込め、生け捕りにしろ。ウィッチハンター、待て待て、殺していこう。もうひたすらに強攻撃。強攻撃おじさん。全滅。レクストラ、どうお礼を言ったら。社交辞令の暇はないぞ、お嬢さん。最後のお別れを。ありがとう。忘れないわ。あなたがしてくれたこと、私たちの思い出を。またのトリスか、もしくはここに残れ。またのトリス。俺も君を忘れない。笑顔を絶やすな。メリゴールドさん、今行く。シリを見つけたら私からのキスをあげて。何？バカ、アホ、マヌケ、引き止めようともしなかった。事情がある。ああそうかい。お前はバカ、アホ、マヌケだ。バカだろうが、崇高なものからやり方を教われば世界の役に立てる。ディクストラ、今度は何を企んでる？俺たちは一体何人の魔術師を助けたか覚えてるか？わからん。数えてないが、30人前後じゃないか。それで、北方にはどれくらい残っていると思う？錬金術師、癒して、薬草油は2000か3000か。お前は人口の統計でも取ってるのか？違う、俺は失敗なんだ。ノビグラドには俺たちがいた。だがリンデでは誰が魔術師を助ける？ヴァンガルドは、アルドカレーは、ガレットは、ラドビットのイカレ野郎は、イェネファーとトリスを含めて一人残らず葬り去るまで手を止めんだろう。グッとくる話だが、さっさと要点に移れ。なんで俺にそんな話をする？ラドビット殺害に手を貸してほしいんだ。大殺し。俺は王は殺さない。大殺しの噂が立つのもごめんこむ。分かっている。暗殺の計画を立てるのに手を貸してほしいだけだ。実行は他の奴にやらせる。ディクストラ、お前は知ってるだろうが、ウィッチャーは政治的には中立な立場にあって。くだらん。それはお前らウィッチャーが使う手のいい方便でしかない。事態は悪化する一方だ。あらゆる町で火炙りが行われ、有名無名に関わらず魔術師は囚われるようになる。
お前の女友達も例外じゃない。非人間族やウィッチャーも狙われるだろう。北方がそんな風に変わってしまっていいのか。その沈黙、言わんとすることはわかる。お本殺しはネッカー退治とはわけが違うからな。俺が言ったことをよく考えてみてくれ。もしそれでこの世界の歴史を明るい方に変える気になったら、俺に会いに来い。場所はパシフローラの屋根裏だ。俺の仲間と一緒に待っている。考えておく。じゃあ投げられると王様殺しに加担することになるのか。新しいクエスト、暗殺計画。書類を渡す前に永遠の炎の方が消えちまうぞ。で、その前にゾルタンと話していきましょう。いや、でも王様の暗殺までクエストに入ってくるのか。だいたいね、ここら辺で多分進行度合いが 75% とか、まあ8割方手前とか、多分それぐらいですね。ゾルタン、素敵。またこいつらか。ゾルタン、ゲラルト。あ、カードのことか。カードのことだが。あったか。まだだ。じゃあなぜ戻ってきた。俺のことが好きなのか。ゲラルト、おしゃべりしてる暇はない。カードが必要なんだ。これ速攻で手に入るんであればありがたいんですが、クエスト、サイドクエスト、どうだっけ。危険なゲームか。とりあえず3枚のカードを入手する。どうやって。これね、グエントで勝ったらお前にあげようとかそういう話でないことを願うほかないな。最後にもう一度言うぞ。せしろ。お願い。持ってる人をね、なんかアクシーとかね、洗脳して奪い取れればいいんですが。開かないが、Z は中だ。助けがいりそうだな。他の入り口は。他の入り口。大丈夫か。死人みたいな顔色。こっから行ける？なんかね、これ見よがしに、はしごがここに設置されてるんで、これじゃない？上から行ければいいんだけど、どうかな？ジャンプ。ちょっと待って、部屋の中はね、相変わらずカメラが。あれ、死んでるぞ。Z だな。Z。最後の願い。ウィッチャーの感覚を使ってお家の中を調べる。見つけたか。いや。先客がいる。大腸のありかを聞き出せなかったなんて公爵は怒るぞ。仕方なかっただろう。まあなんとかなるかな。一応アイセングリムのカードは手に入れたしな。いや、くっそ、怖いですね。人を殺してまでそんなになんかレアカードを手に入れたいの。ちょっと待ってね。これ
松明消してからのイグニ。間違いを犯したな。で、Z の台帳を見つける。こっか。気性の荒い猫がいるか、この下に隠し部屋があるかだな。これはこうか。Z からカードを買った客の名簿か。ゾルタンが見たがるだろう。ドライフィッシュ、質屋の鍵とアイセングリム。スコイアテルのデッキのアイセングリムフルチアーナだ。価値はわからんが、これでまずは3枚中1枚が獲得。 Z の台帳とカードをゾルタンに届ける。怖いですね。遊戯王かな。ゾルタン、ゲラルト。カードのことだが。あったか。アイセングリムのカードだ。見せてくれ。エルフはみんな美男美女だと思ってたが、ゼッドは元気だったか。ゼッドは殺された。ちょうど訪ねた時にな。そりゃご愁傷様。他のカードは。他のカードはなかった。クソ、あの野郎が撃った後か。Z の台帳を持ってきた。見せてくれ、記録によると残りのカードを買ったのはシーザー・ビルゼンとラビか。悪くない。こいつらを訪ねてみよう。シーザー・ビルゼンってのは。クリーバーの事務係だ。いいやつだが今は偉くなって酒も飲めないし、釣りなんてもってのほかだ。釣り。やつとは釣りクラブポンター川の誇りで出会ったんだ。だがシーザーはもうクラブには来てない。新しい役目に夢中で家から出ないのさ。少なくとも居場所を探す手間は省けるな。ラビ、誰だ。カードマニアの詐欺師だ。ナタリスのカードを買えるような大金をどう工面したんだか。やつをひったたいて以来俺との仲は最悪だ。お前一人で行ってくれ。重要なことだってのは分かった。俺がカードを手に入れてやる。助かるよ。一緒にシーザーと会おう。待ち合わせは奴の家の前、大祭司広場で一番趣味の悪い建物だ。建物の正面が金色に塗られている。先にラビに会いに行くなら、まずはゴールデンスタージョンを探すといい。分かった。じゃあ後で。それからラビと長々交渉する必要はない。顔面を張り倒してやれば言うことを聞くだろう。うまくやれよ。ぶん殴ってね、カードを強奪するという非常になんか原始的なシンプルなやり方が通用すればいいんだけど。海外のね、あの YouTube ですごい有名な FPS ロシアっていうおっさんがねいるんですけど、その方のね武器のマネージャーをされてるっていうか、あの銃をね発砲する動画をひたすらこうアップされてる方なんですよ。でここにまたゾルタンがいる。でね、その方のねマネージャーさんがね、なんかね椅子に縛り付けられた状態で後頭部を打ち抜かれて死んでたっていう話でしたね。来たか。ラビと話はついたが。まだスタジオに行ってない。まあいい、ラビはどこへも行かないだろう。先にシーザービルゼンの方を片付けよう。こうしよう、俺が奴と話してる間お前が上の階に忍び込んでコレクションの棚を探せ。そこにあるはずだ。棚には他に何がある。なことは知らん。お前の目で確かめるしかない。
大方小難しい本かお下劣な本だろう。後で詳しく教えてくれ。シーベイか。シーザービルゼン。ポンターの主が誰かで喧嘩して以来だな。ポンターの主はあのカマスだ。まあ聞けよ。主はナマズだって言いに来たんだ。それに手ぶらで来たわけじゃないぞ。彼は？こいつか。ゲラルトだ。そのゲラルトも釣りをするのか？します。ああ、前にミミズを餌にして巨大なスズキを釣ったことが。ポンターでか？当たり前だ。シラフでは聞くに耐えん。入ってくれ。ザンダーが入れ食いでもあんなクソみたいな味なら意味ないだろう。クソなのはお前の料理の腕だ。俺はついキンキンザンダーを料理したが、ちゃんと新鮮なタイムを使ってらんな。タイム風味のクソが出来上がり。うるさい。いいか、俺はな、ついキンキン新鮮なタイムを。ゲラルトは俺の味方だろ。ザンダーの味をどう思う？ザンダー、ついキンキンなんて言葉はない。ついキンキンなんて言葉はない。こいつはなんだ、シベ。国語の先生を連れてきたのかい？聞いたか？ビーボ・バチルダが豆一粒で若いカマスを釣った話。ああ、いつものホラだろ。やつの腐った豆に食いつくほどポンタンのカマスはバカじゃない。生きた餌でないと。オオビミズでもいいが食いつきは悪いな。理由はわからん。前に丸々太ったミミズを掘り当てたが、よだれが出て自分で食いたくなったぞ。本当かよ。ゲラルト、ケイヤモルヘンでは何を使ってた？生き餌か爆弾。爆弾だ。爆弾だ。なんだと？ビルゼン、最近はからかわれることも少ないだろう。けど今のは笑えないな。ゲラルト、酒を持ってきてくれ。わかった。このボトルも空きそうだしな。なんでも俺たちのせいにしろよ。さあ、次はいつナマズを釣りに行く？さあ、酒をね、持ってくるという名目で。ウィッチャーの感覚を使っていく。これが隠し扉になってる。壁に三角形の穴が興味深いな。ありますね。壁に三角形の穴が興味深いな。何かを突っ込むのか。瓶と人形。これか、うん、ナイフがここに固定されてる。違う。ナイフは固定されてる。引き出しが開いてる、うん、三角形の鍵。なるほど。ナイフをこうひねると、回転させるとあの引き出しが開くと。こっちじゃなくてこっちね。いいぞ、ぴったりだ。いや、これバレると思うけどね。水の肖像、純銀。掘ったのではなく魔法を使って作られている。トリスに聞けないのが残念だ。あったぞ、フリンギラだ。ありましたね。アシーレバルアマヒッドの首飾り。
ていうかこのアンティークをひたすらね飾ってあるお部屋からこんなに物を取っていいの？カードを見つけたことをゾルタンに知らせる。ゾルタン、そろそろおいとましよう。そうだな、時間も遅い。待ちな、もう帰るのか？取ってくると言ってた酒はどうした？やあ、ビルゼン、ボスからの伝言を伝えに来たぞ。伝言？伝言ってなんだ？クリーバーの旦那はお怒りだ。待ってくれ。もし帳簿に合わない部分が見つかったらちゃんと説明する。もう遅い、連れて行け。そっちの二人は消えろ。彼を話せか、ちょうど帰るところ。彼を話せ。ウィッチャーを殺せばクリーバーからボーナスが出る。やれお前ら、もたもたするな。いやこの慎重さは簡単に勝てないって。弱いな。助かったよ。クリバにどう説明すればいいんだ？手紙がいいだろうな。そうだな、荷造りして遠くへ。気をつけて、元気でな。優しいところあるじゃないか、ゲラルト。しかし最後のやつは見事だったな。飛び散った血が天井まで届きそうだった。あとはナタリスのカード1枚だけだ。ラビに会いに行こう。行ってこい。俺は買い手に連絡して取引の場所を決める。後で会おう、ゲラルト。でラビはぶん殴ればカードねくれるという話なんで、まあぶん殴っていきましょう。でですね、今回、まあ、時間のね、切りがちょうどいいんで、一旦ここで終わりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、とチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次回のウィッチャー3でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。